中型と出雲型の誕生によって、事実上の海事空母は4隻体制となったね。日本が空母を4隻保有していることと2タイプあることは何を意味しているのか気になるところだな。今回は、F-35 戦闘機搭載に関しても議論される日本の空母は今後、どうなっていくのかについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。はじめに日本の空母が4隻になる意味について考察してみるよ。海上自衛隊の観艦式は3年に一度行われる海事最大のイベントであり、2015年10月の時の最大の目玉となったのが新鋭護衛艦出雲のお披露目だったんだ。出雲は2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦であり、その前に誕生した日向型の日向伊勢に続く3艦目となったね。しかも出雲は日向型と比較すると、一回り大きく建造され、自衛隊最大の艦艇となって誕生したんだ。また同年8月には出雲型の2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了して試験航海も11月に行われたってわけ。2番艦加賀が就役したことにより、海事は日向型と出雲型をそれぞれ2隻ずつ、合わせて4隻の航空母艦を保有することになったな。艦艇は長期にわたってドップ入りする整備機関や乗員の訓練機関及び実戦投入が可能な機関を必要とし、それぞれの機関が3分の1ずつを占めるため、4隻体制となって常時1または2隻の航空母艦が有事即応体制を取れるようになったぜ。しかし、実は日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっており、もしかすると視聴者の中にこれらは護衛艦であり航空母艦ではないと思っている人がいるかもしれないが、それは完全な誤解ってわけだ。そもそも海事の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種であり、世界的には軍艦あるいは戦闘艦に該当するんだよね。例えば金剛型や愛宕型は護衛艦と区分されているが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているのと同様に、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際は航空母艦と呼ばれていることを改めて理解してもらいたいところだよ。航空母艦日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量19000トン、全長197メートルの規模で出雲が就役するまでは海事最大の艦艇とされていたんだ。主な艦載機は SH-60JK シーホーク哨戒ヘリコプターであり、3機を同時に発着艦させる広さの甲板を有するほか、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容できみたい。そして日向型の主任務は、味方艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する対潜作戦であるため、単魚雷発射艦及びアスロック対潜ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を装備しており、航空母艦としては結構な重兵装を積んでいることが特徴的だぜ。一方で出雲型の出雲と加賀は満載排水量27000トン、全長248メートルとなっていて、前述した通り日向型よりも一回り大きく、シーホークを5機同時に発着艦可能であるほか、格納庫内には15機も収容できるらしい。しかし、任務の違いから日向型のような単魚雷発射艦や VLS は装備しておらず、最低限の自衛用兵装しか搭載されていないため、潜水艦への攻撃はシーホークや洋艦に委ねなければならないってわけだ。そして垂直離着陸型である F-35B 戦闘機の艦載を語る以前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型の日向型と比較すると、より多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能が重視されているね。例えば日向型と出雲型は手術室と集中治療室を共に備えているが、病床は日向型8床に対し、出雲型は35床も有しているため、当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点としては、出雲型が優先されるんだと思うよ。また出雲型の方が飛行甲板も一回り広いため、陸上自衛隊が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も有利に活用できるぜ。
これは、あくまでもどちらがよりその能力が高いかという話をしているだけで、日向方が上陸作戦の拠点となることも十分に考えられるため、出雲方も対戦作戦の中核としての役割を担うことが可能だな。そして日向方と出雲方の両艦いずれもシーホークの他に、大型の輸送掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載させることができるらしい。しかも、必要に応じて陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリのほか、大型の CH-47JJH ヌーク、V-22 オスプレイの運用まで行うことができるみたい。一見すると空母のような大隅型は劣気とした輸送艦であり、上陸作戦に特化しており、ヘリコプターの発着艦はできるが格納庫を持たず、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていないんだ。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障における最大の課題が浮上し、これを解決するべく立ち上げた日本版海兵隊水陸機動団が発足すると同時に、懸念されていたのが海上輸送力の確保だったんだ。有事で多くの人員や装備を運ぶとなれば空輸だけではなく海上輸送も行わなければならず、そこで必ず投入されるのが海上自衛隊の輸送艦大隅型というわけだな。大隅型が登場する以前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたらしい。そして、日本政府も1992年に始まった数ある PKO 派遣を鑑みて、海洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感した結果から大隅型3隻の建造を認可したぜ。従来の海事輸送艦が海岸に乗り上げるホバークラフト型だったのに対して、大隅型は沖合に展開しつつ、LCAC 選定や輸送ヘリを使った揚陸作戦も可能とするよ。大隅型は陸上自衛隊の1個中隊に値する約330名の隊員を乗せることができ、長期航行に備えた居住スペースまで確保されているね。一方、装備面の輸送力としては73式大型トラックならば最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を乗せることが可能であり、大隅型が3隻いたら1個連隊規模の輸送ができる計算となるぜ。また、海事艦艇初の全通式艦板を採用したおかげで、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリ乗り発着を可能としたほか、最近では改修工事も入って V-22 オスプレイの運用にも対応できるようになったらしい。ただし、先ほども述べたように航空機用の格納庫と整備機能は持っておらず、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえも、収益時に一部の無知識人から空母や強襲揚陸艦ではないかとの指摘を受けたな。このように格納庫を持たず、車両用エレベーターしか持ち合わせていない大隅型が空母となれるはずもないのに、無理やりスキージャンプ台を設置したとしても、22ノットという速力と178メートルの全長では固定翼機の運用は不可能であることを奴らは理解していないんだよね。この格納庫を持っていないという点は非常に重要であり、これを理由に大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦に分類されているぜ。やはり、空母や強襲揚陸艦といった表現は国家の威信財力の象徴としてみなされることが多く、すでにそうした風潮は現れていて、日向型や出雲型に艦載予定の F-35B ライトニング2垂直離着陸戦闘機の議論が未だになされているくらいなんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。